皆さんこんにちは。今年も確定申告の季節となりました。 WebTV 阿蘇ではこれまでにも確定申告の番組をお伝えしてきましたが、今回は平成29年分の確定申告について詳しく教えていただきます。教えてくださるのは阿蘇税務署の古賀さんと、そしてそのお隣には、特別サポーターとして飯田君にも来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まず今年の日程ですが、ご覧のようになっています。所得税、復興特別所得税の申告と納付期限は2月16日金曜日から3月15日木曜日まで、贈与税の申告と納付期限は2月1日木曜日から3月15日木曜日まで、そして個人事業者の消費税、地方消費税の申告と納付期限が4月2日の月曜日までとなっています。すでに申告の準備は万端という方もいらっしゃるかもしれませんが、古賀さん、まず、所得税はどのような方たちが申告しないといけないのか、そこから教えていただいていいですか。はい。所得税の確定申告は個人で商売などの事業や農業をされている方、土地や建物などの不動産を貸していて資材や家賃収入のある方、土地や建物などの不動産をお売りになられた方などは確定申告の必要になる場合があります。また会社員などのサラリーマンの方でも、給与の収入金額が年間2000万円を超える方、給与以外の所得が20万円を超える方、給与を2か所以上からもらっている方などは確定申告が必要になります。また公的年金受給者の申告不要制度をご存知でしょうか。国民年金、厚生年金などの公的年金の収入がある方は、年間の収入金額が400万円以下である場合で、かつ公的年金以外の給与や個人年金、株式の配当、生命保険の満期返礼金などの所得金額が年間で20万円以下である場合には、納付する税額が算出される場合であっても確定申告書の提出は不要となります。ただし所得税の確定申告書の提出が不要であっても、市役所への住民税の申告は必要な場合がありますので、詳しくは市役所へご相談ください。なお公的年金等から源泉徴収税額が差し引かれており、確定申告書を提出することによって源泉徴収税額が還付される申告、いわゆる還付申告についてはすることができます。今最後にあった還付申告、これ税金が戻ってくる申告なんですが、これは他にどのような場合にできますか。はい。例えば住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入または増改築された場合、一定額以上の医療費を支払い、医療費控除の適用がある場合、年の中途で退職し年末調整がお済みでない場合などが、申告することによって納めた税金が還付金として戻ってくる場合があります。還付金については、申告の際にご本人の預貯金口座を指定していただき、後日口座振込となります。古賀さん、今回の確定申告のポイントはどんなところですか。はい。今年の確定申告のポイントは次の3つになります。はい。1つ目は医療費控除が変わる、2つ目は e-tax が便利、3つ目はマイナンバーが必要の3つになります。はい。ではまず医療費控除が変わる、これはどんな風に変わるんですか。はい。今まで医療費の領収書の提出または提示が必要でしたが、はい、今年からは医療費の明細書、うん、こちらを作成し、添付していただくことで、領収書の提出または提示が不要となりました。医療費控除を受ける場合は、医療費の領収書等を整理し、事前にご自宅等で医療費控除の明細書を作成していただくようお願いします。医療費控除の明細書は国税庁ホームページで様式をダウンロードし、手書きにより明細書を作成することが可能ですが、はい、ホームページにあります医療費集計フォームに入力することにより医療費控除額を計算できるため大変便利ですので、そちらの利用をお勧めします。
なお、医療費の領収書については後日税務署からの提示を求める場合がありますので、5年間ご自宅での保管をお願いします。また今年の申告から従来の医療費控除に加えて、セルフメディケーション税制というものが創設されました。はい、セルフメディケーション税制といいますのは、定期予防接種、市町村のがん検診、定期検診などの健康の保持促進、疾病の予防への取り組みを行っている方で、特定一般医薬品等、スイッチ OTC 医薬品といいますが、こちらの医薬品等の購入費が1万2000円を超えている場合に限り適用することができます。ただし従来の医療費控除との重複適用はできませんので、どちらを適用するかはご自身で選択していただくということになります。はい、続いて e-tax が便利な項目ですが、こちらについては以前にも番組でご紹介していますし、e-tax の利用というのは徐々に増えていますか？はい、年々増えています。e-tax で申告という言葉を聞きますと、やはり難しいのではと思われる方がいらっしゃいますが、実際に e-tax で申告をされた方にお話を伺ってみますと、思ったより簡単とか、税務署に行かずに済んで便利ですね、もっと早く e-tax を利用しておけばよかったといった声が多く寄せられています。e-tax で申告するメリットとして、一つ目は確定申告期間中は24時間いつでも税務署や申告会場に行かなくても、自宅や事務所から申告ができる点です。二つ目は書面で申告書を提出する場合は源泉徴収票などの添付書類が必要になりますが、e-tax を利用する場合には添付書類の記載内容を入力して送信することにより多くの場合書類の提出や提示を省略することができる点です。なお添付省略の場合であっても後日税務署から提示等を求める場合がありますので、ご自宅での保管をお願いします。3つ目は還付申告の場合、還付金の振り込みが早い点です。書面で申告をした場合は還付するまでに6週間程度かかるところを、e-tax で申告した場合は約3週間程度で還付金が振り込まれます。 e-tax を利用するためには電子証明書と IC カードリーダーライターが必要となります。電子証明書は住基カードとマイナンバーカードのどちらの電子証明書でも利用できますが、住基カードの更新は平成27年12月22日をもって終了していますので、住基カードの有効期限が過ぎている場合はマイナンバーカードが必要となります。 e-tax の操作がわからない場合は国税庁 e-tax 作成コーナーヘルプデスクでお伺いしていますので、そちらにご相談ください。電話番号は 0570-01-5901 です。そして最後のポイントになりますが、それがマイナンバーが必要ということですね。これについても教えてください。はい、確定申告書等にはマイナンバーの記載が必要であり、そのマイナンバーを記載した確定申告書等を税務署へ提出する際には、申告されるご本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。本人確認を行う時の書類の例として、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナンバーカードだけで本人確認が可能となりますが、マイナンバーカードをお持ちでない方はマイナンバーを確認するための書類として通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書などマイナンバーの記載がある書類と、記載したマイナンバーの持ち主であることを確認するための書類として運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポートなどにより確認を行います。ただし e-tax で申告される場合は電子証明書を利用していますので、本人確認書類の提示または提出は不要となります。古賀さんに今回は確定申告のポイントについていろいろと教えていただきましたが、申告書の作成ですね、これがちょっと難しいと思うんですが、これについてはどのようにしたらいいでしょうか？はい、申告書の作成には国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーがおすすめです。
定申告書等作成コーナーのトップ画面から案内に従って作成を進め、出てきた表に金額等を入力すれば税額などが自動で計算され申告書が作成できます。確定申告期間中は税務署や申告会場には相談者が多数来所され、大変混雑しますので待ち時間が長くなる場合があります。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用すれば税務署等に行く手間がかかりませんし、24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータも保存することができますので大変便利です。作成した申告書は印刷して郵送等で提出することもできますし、 e-tax を利用して電子申告をすることもできます。この確定申告をすることで、私たちそれぞれの納税額やまた戻ってくるお金、還付金の金額が決まるわけですね。はい、納税につきましては安全で便利な口座振替をご利用ください。口座振替の利用を希望される方は口座振替依頼書を税務署に提出していただく必要があります。登録に時間がかかりますので、確定申告期限までにお早めにご提出をお願いします。口座振替日については、所得税及び復興特別所得税が4月20日の金曜日、個人事業者の消費税及び地方消費税が4月25日水曜日となりますので、期日が近づきましたら預金残高の確認をお願いします。また他の納税方法としてダイレクト納付やクレジット納付などがあります。はい、最後になりますが、古賀さん、私たちがこの確定申告のことでわからないことがあるときには、どこか相談できる場所とかはありますか？はい、確定申告期間中は確定申告電話相談センターが開設されます。確定申告電話相談センターの利用方法は、阿蘇税務署の代表番号に電話していただき、自動音声案内の後0を選択していただくと、所得税、消費税、贈与税の確定申告や熊本地震など自然災害に関する雑損控除などの質問にお答えします。またその他の税金に関するご質問をされる方は、自動音声案内の後1を選択していただくと熊本国税局電話相談センターでお答えしますので、ぜひ相談センターのご利用をお願いします。確定申告期間中、阿蘇税務署内にも申告相談会場を設けていますが、大変混雑しますので、まずは確定申告電話相談センターのご利用が便利です。阿蘇税務署で相談される場合、受付時間は平日午前9時から午後4時までとなっております。申告期限間近になりますと大変混雑しますので、お早めにお越しください。また平日お仕事等で来所できない方は、2月18日日曜日と2月25日日曜日に限って熊本市東区の日の国ハイツで相談を行っておりますので、ご利用ください。阿蘇税務署の電話番号は0967-220551になります。申告期限間近になりますと大変混雑するということですので、皆さんも早めに申告を行いましょう。今回は平成29年分の確定申告について、阿蘇税務署から古賀さんと、そして飯田君にも来てもらって、いろいろと教えていただきました。どうもありがとうございました。